岩崎義明選手です。大きな拍手でお迎えください。じゃあどうぞおかけください。ありがとうございました。まずは今節2勝目おめでとうございます。はい、どうもありがとうございました。はい、いかがでしたか。そうですね、はい、まあ、一番いいパターンだったですね、はいはい、ではそのレース振り返ってまいります。はい、対抗度ちょっとね動きもありましたけれども、結局、まあ、枠なりということになりました。スタートいかがでしたか。スタート行ってるつもりだったんですけど、はい、翼がそんなに行ってなかったですよとか言ってたんで。ああ、そうですか。06だったんですけども。あ、やっぱり行ってましたよね。はい、よかったよかった。で、まあ、あの1コースのね戸崎選手も07だったんですが、はいはいはい、まあ、周りというところいかがでしたか。んちょっと今日は気温にペラが合わせて切れてなかったんですよ、ね。はい、まあ、気温もこのレース14度まで上がったんですが、そうですね、もうちょっと回転上げればもっと食いついたのかもしれないんですけど、でやっぱりちょっと短幕外しちゃったところがあったんですけど、まあ、初日の風そして2日目ちょっと穏やかになって今日ここまで暖かくなってって、その辺調整いかがでしょう。ちょっとやっぱり難しいですね。そうですか、はい、まあ、そんな中ということですけれども、ここまでモーターに関してはいかがですか。伸び中心に感じはいいです、はいはい、乗り心地というところはどうでしょうか。そこがやっぱりあれですね、ポイントですね、そこは、このポイントっていうのは何かこう波っていうのはあるんですか。うん、やっぱり初動のかかりとか、出口の押しとかがね、はい、なんかちょっと回転がずれるとちょっと飛んでったりするんで、その辺だけですね。割とじゃあここ探り探りというような感じ。そうですね、はい、さあ今日はこの後12レース6号艇での出場ということになりますが、うん、さあ最終レースに向かっていかがでしょう。うん、多分最終レースはもうちょっと冷えると思うんで、はい、もうちょっとなんとかなると思います。ここからの調整はどんなことをしていきましょうか。いや今日はもうちょっとこの後スタート練習行って、はい、から考えます。はい、まあ、スタートに関してはしっかりと、まあ、今回できたことをということになるんですかね。そうですね、今の感じでいけばいいと思うんですけど、はいはい、今までの中ではこれベストのスタートということ、はい、今のはもう全速でいけたんで、はい、よかったです。じゃあこのスタートしっかりと、はい、そうですね、はい、では12レースに向けてファンの皆さんにメッセージお願いします。はい、精一杯頑張りますので応援よろしくお願いします。はい、山崎義明選手でした。どうもありがとうございました。